および、これを信じるクリスチャン、キリスト教会、教派を表す用語である。聖書信仰はその見解を取る、教派、信徒によって、イエスキリストの聖書館であったと主張されている。根拠として、次の聖句が挙げられる。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、立法の文字から点一画も消え去ることはない。マタイ五時十八分。 新境同薬聖書聖書信仰は、コプリンストン神学のチャールズ・ホッジや、ウォーフィールドによって、聖書的、神学的に展開された。聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、今しめ、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。手も手に3時16分、新境同薬聖書ウォーフィールドは、使と、 パウロの第2手もての手紙3章16節の聖書はすべて神の霊感によるから神の霊感は聖書全体に及ぶと主張した。この信仰はオールドプリンストンの流れにある日本キリスト改革派協会の創立者、時は高沖、岡田ミノルラジョングレッサムメイチェンに支持した教職者によって日本に伝えられた。また日本にやってきた初期の宣教師たちは 聖書信仰であった。ホーリネス派は1924年、東洋選挙会聖書学院にて聖書大会を開催し、高等批評に対して聖書信仰を主張した。1933年、日本ホーリネス教会、日本ナザレン教会、自由メソジスト教会は、聖書信仰の普及のために聖書信仰連盟を結成し、中田茂春が理事長となる。 1970年代までこの立場は聖書無病説と呼ばれていたが、アメリカ合衆国フラー神学大学の中で、救いに関する宗教的な領域についての見誤りがないとし、歴史や科学に関しては聖書に誤りがあるとする限定無誤説が登場してきた。フラーの創立者でクリスチャニティトゥデイ編集長のハロルド・リンゼルは限定無誤説に反対して、 聖書の無誤性を擁護する聖書のための戦いを出版し、アメリカで議論が巻き起こった。この議論から1977年、聖書の無誤性に関するシカゴ声明が発表された。これを受けて、日本プロテスタント聖書信仰同盟は1987年に聖書の権威に関する宣言を発表し、聖書を信仰的な領域と歴史的、 科学的領域に、あえて分けることはできず、聖書は信仰の領域だけではなく、歴史的、社会科学的なものも含むすべてにおいて、誤りがないと確認した。日本福音同盟書代理事長の伊津田明は述べる。旧信二百聖書66巻は、神の特別啓示であり、精霊に霊感された原点において誤りない神の、言葉である。これは前提であり、 証明が必要ない。聖書の啓示性を否定する宗教や、六十六巻の聖書に付加する宗教は、聖書信仰の立場から退りけられる。言語霊感、従前霊感、合わせて、言語を従前霊感を信じる。聖書の聖典性を信じるのは、現著者が神であるからである。聖霊の内的証明と聖書の外的証拠は、区別され、両方が必要である。 聖書は十分性を持っており、六十六巻の聖書は完結している。聖書は書かれた時から聖典性を持っていたのであり、何か会議によって聖典になったのではない。神の説理により聖書は、写本で純粋に保存された。福音派の合意は従前無語説、全的無語性である。日本では、九百五十九年に、プロテスタント宣教百周年記念行事が、 福音派とエキュメニカル派で別々に開かれた。聖書信仰派、福音派は、日本選挙100年記念聖書信仰運動を展開し、翌年の1960年、日本プロテスタント聖書信仰同盟が発足した。この運動から、聖書信仰の新海訳聖書と、日本福音同盟が生まれた。日本の聖書信仰の教会とエキュメニカル派の教会は、 明確に分かれている。聖書信仰派と、その他の教派とでは、前提が異なっている。聖書信仰の立場が誤った、霊観説とみなして排除するのは、以下の説である。聖書記者が無意識、甲骨状態で聖書を記したとする説。これに対して、聖書信仰は、有機的霊観説に立っている。聖書の思想だけが霊観されたとする説。 これに対する説は、言語霊感説である。霊的、宗教的な事柄に関してだけ霊感が及んでおり、科学や歴史に関しては、霊感が及んでいないとする説。これに対する説は従前霊感である。宗教的に、特に結出した人によって書かれたとする説。カール・バルトラ弁償法神学者の説。自由主義神学、高等批評の聖書館を受け入れ。 聖書は誤りがある人間の言葉に過ぎないが、これが神の言葉になる時があるとする。バルトは教会教義学で聖書信仰の言語霊感を否定している。すべてのクリスチャンと同じ解明の能力が聖書記者にも与えられたとする。シュライエルマハーの説、ありがとうございます。